旅走をご覧の皆様、こんにちは。ピアットスズキの鈴木弥平です。今日はエリンギのトマトクリームパスタをご紹介したいと思います。ポイントを何かと言われたんですけども、これといってポイントはないところがポイントですかね。よろしくお願いいたします。詳しいレシピの詳細はクラシルアプリでご覧ください。はい、それでは、材料紹介をしていきたいと思います。まずうちの吉尾です。どうも吉尾です。はい、こちらですね。どうぞ。これエリンギね、トマト、玉ねぎ、生クリーム、アンチョビ、パセリ、ニンニク、それから今日はですね、ペンネリガーテを使っていきたいと思います。ペンネってよく聞きますね。このリガーテっていうのはこう線っていう意味なんですけども、線が入ってる方がクリームソースとかはこう絡みやすいんでおすすめです。エリンギはね、ちょっとこう入れてこうなんか裂くような感じの方がいいですね。こういいですか。包丁をこうちょっとこう入れて、でこれをこう裂いてあげる感じ、その方がこうソースが絡むんで、切っちゃってもいいんですけど、そうするとねこうつるっとしちゃうんでソースがあんまり絡まないですね。こちらの番組でもニンニクはよく語るんですけど、ニンニク僕は塊でこう使うことが多いんですけど、このアリオオリを作る時にニンニクを効いたのが好きな人はスライスだったりみじん切りだったり、自分の好きなように料理は楽しく作りましょうよ。鍋にオリーブオイル、ニンニクで、今火消しましたね。ニンニクがこうきつね色になったんで、でこれをひっくり返して、これまだプツプツいってる油が熱いですから、この余熱で置いといてもこのままニンニクがこんがりと裏側もきつね色になりますから、ニンニクは、まあ、好きな方はあとこのニンニクをこの中でこう潰して入れっぱなしでもいいし、好きにしてください。そしたらエリンギを入れていきます。焼いていきますね。エリンギを炒める時の火加減、中火ですね。こんな感じでもうさっと炒めてくれればいいです。こうやってこれ炒めることによってメイラード反応が起きるんで、それがクリームソースの中に溶けていってこう旨味成分になるんで、ここはちょっと焼き色をつけましょう。アンチョビ、今ちょっと火もう消えてます。これフライパンが随分今熱くなってますからね。でこのアンチョビを炒める感じ、まあポイントがねないのがポイントですって冒頭言いましたけど、エリンギをこうちょっとねこう焼き色をつけること、それからアンチョビをここでこうやって炒めてあげること、ポイントだらけですね。まだほらフライパンシャー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 落としてますね。だからこれ今まあ火は消えてるんですけど、このフライパンの熱で今調理してるっていう感じですね。はい、でアンチョビが炒まったらここに玉ねぎで、ここで火をつけてこれを炒めていきます。玉ねぎがしんなりするまでじっくりと弱火で炒めていきます。超弱火なんですけど、もし超弱火でも玉ねぎが透き通ってしんなりする前に焦げちゃうようだったら火を消しましょう。で火を消してこの音ね、音が鳴ってる間はあの火が入り続けてる状態なんで火を消してますけど、実際にはフライパン熱々なんでこれ火入ってます。これぐらいの弱火でいいんで、ここねほらちょっとこうこんがりときつね色になってますよね。これも美味しさなんで、フライパンをちょっとこう焦がしてあげる感じね。この焦げたのは玉ねぎから出る水分でこそげ落ちますから、これニンニクなんですけど、もうホクホクしたニンニクなんで、これこの中に潰して入れても全然入ってて食べてもこうホクホクっていう感じだから美味しくいただけます。好きな人はねこうやって入れっぱなしでもいいです。はい、今火さっきから消えてますね。消えててもほらこうやって玉ねぎの水分でこれをこうこそげ落とすような感じで、でこれぐらいのんびりこう火を入れてあげてください。玉ねぎがもう透き通って玉ねぎがちょっとこう色づき始めましたよね。こんな感じで、これぐらい、ここまで来たら、次の段階いきますよ。これちょっと火をつけます。でこれ最後の最終段階で焼き色をギリギリまでつけていきます。焦がしちゃダメですよ、これフライパン焦がす感じね。これ最終段階、ここまでがっつりと色をつけてください。黒くなっちゃダメです。トマト、ホール缶、もしくはジュースを入れて、で、この水分で、ほら、鍋の下がこんな綺麗になるでしょ。さらに生クリームを加えて、この生クリームでこうやってこそげ落とすんです。こうやって綺麗になったね、これで、今アンチョビが入ってますから塩分はここで足りなかったら、塩を加えてください。今日はアンチョビ使いましたけど、生ハムなんかでもいいね、サラミとか、これでソースだいたい完成ですね。ペンネ
入れていきたいと思います。日本産のペンネなんですけど非常に使いやすいですね。通常ペンネって意外とこう茹で時間がやっぱり15分とかかかって長いんですけども、これ大体10分から11分ぐらいで茹で上がって、サイズ的にね食べやすいサイズなんです。ぜひ試してみてください。ペンネ入れていきますね。今日の、ご飯はペンネだけですって言うなら一袋いっちゃいましょう。なんで一袋入っちゃったのかなって気になった方は、クラシルさんの、ショート動画ぜひご覧になってください。いっぱいコメントが入ってますから。こんな感じで茹で上がりますね。でこれを最後このソースと絡めて、トマトクリームパスタには料理長との思い出があるんです。そんなのあったかな。ちょっとおいで料理長。今はねちょっと生意気であんまり可愛くないんですけど、何年前あれ14年前、18だったかな。研修に来ててすっごい可愛くて、で休みの日にご飯食べ連れてとか、まあ、行こうって言ってイタリア料理食べに行ったんだけど、僕はこの業界に入ってきてやっぱり一番最初っていうか最初はこのペペロンチーノとか、スパゲッティのボンゴレとか大体料理人ってそういうのに興味持つんだけど、彼はね何でもいいよ好きなの食べてって言ったらスカンピのトマトクリームソースってね可愛く言うわけよ。なんかこう可愛らしい子はこうそういうの食べるんだと思って、その話だろ。でも10年越しにこの間も食べに行ったよ。12年越しにそう、ちょうど一週間。そうこんなになっちゃうんだよ。もう14年も経つと、うん、美味しいけど、ちょっと調整ね、ソースを今喋ってたからね。でなんでそんなに喋りながらやってたら、まあ、ペンネ伸びちまうだろうって皆さん、これも考え方なんですけど、僕はペンネにアルデンテはあんまり必要ないと思ってるんで、まあふにゃふにゃになっちゃダメですけど、まあ、10分って表示が書いてあったら10分で茹でて出す、それぐらいがいいんじゃないのかな。ショートパスタをアルデンテで食べていくとちょっと疲れちゃうから、はい、最後に仕上げパルミジャーノ加えます。混ぜ込んだらこれで出来上がりです。刻んだパセリですね。エリンギのトマトクリームパスタの完成です。ボナペティート。魅惑の試食タイムですね。試食しなきゃダメなのこれ、ね、だってさ試食してさ、うん、まずいと言わないよね。いただきます。うん、美味しいです。クリームソースにちょっとトマトを加えることによって爽やかな感じになるんですけども、ドドッとこうね口の中でうまみが広がる。やっぱりこう焼き色をつけたっていうこととアンチョビをこう入れて焦がした感じ、あの風味がね後からこう口の中にいろいろ広がってきます。これなら売れるね。お店の味だ。ぜひ家庭で皆さん作ってみてください。はい、ではお店紹介ということで、麻布十番の名店、自分で言っちゃったよ。麻布十番地下鉄の駅7番出口から徒歩1分、長谷部屋ビルの4階、ピアット鈴木からお送りするヘイチャンネルです。今日はですね、朝9時から撮影してるんですけども、だんだんこうテンションが上がってきて、今テンションマックスな状態なんで、ちょっとこう他のシェフたちとは違う雰囲気で動画をお送りしてますが、楽しく見て料理を作っていただけたらと思います。レッツクッキー。